皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2018年1月の2日火曜日、今日の数波の言葉は、世界中が平和でありますように。世界中が平和でありますように。そして今日の BGM は八百屋のお鳩、金子みすゞの歌1の中から八百屋のお鳩をお送りしています。朗読は女優の小林彩子さんです。ナスは紫、キャベツは緑、大正末期の天才童謡詩人金子みすゞ、山口県の長門市という日本海岸に面した仙崎というところで彼女は生まれ育ちました。そんな中で、彼女が残した512編、その全ての詩に7年半ほどかけて作曲をしました。今日はその朗読編をお送りしています。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。